ジェマ・クリスティーナ・アータートンは、イギリスの女優、イングランド・ケント州、グレーブ・ゼント出身。父親は、溶接工、母親は清掃員。多死症で両手に指が6本ずつあったが、手術で切断した。1989年生まれの妹がいる。補助金で、ロンドンの王立演劇学校で学ぶ。2007年に、演劇学校在学中に、テレビ映画、 キャプチリングメアリーでデビューし、卒業前に恋の骨折りゾンで舞台デビューした。また、同年公開のセイトリニアンズ女学院でケリー・ジョーンズ役をシエナ・ミラーとオーディションで争い、ジェマがケリー役を得て映画デビューした。2008年公開の007慰めの報酬で約1500人の中からボンドガールのストロベリーフィールズ役に選ばれた。 フィールズがホテルのベッドで丸裸で全身をイルまみれにされ殺されて横たわっているシーンは007ゴールドフィンガーでシャーリー・イートン演じるジルマスターソンが同じくホテルのベッドで裸で全身に金粉を塗られて殺されるシーンが元になっている。なお撮影は人形ではなくジェマが実際に全裸で黒の塗料を塗られてベッドに横たわっている。 2010年公開のディズニー映画、プリンス・オブ・ペルシャ、時間の砂ではヒロインを演じる。2013年、ヘンゼルグレーテルにおいて、主役の一人グレーテルを演じた。2007年には、特殊効果技術者のジョン・ローランと交際。2008年後半までは、スペイン人のスタントマン、エドワルド・ムニョスと交際し、ムニョスをイギリスに連れてきて、お互いが相手の言葉を学ぶため。 英語とスペイン語の教師を雇うほどだったが、半年でアバタートンの側から交際する時間がないという理由で破局。2010年6月5日、イギリスのアパレル企業に勤めるイタリア人であるステファのカテッリとスペイン・アンダルシアで結婚式を挙げた。2009年ダウンロードフェスティバルでプロポーズされたという。カテリとは2012年11月に別居後、2015年に 正式に離婚した。左耳の裏側に、天使の羽のタトゥーを入れている、チャールトンアスレティック FC のファンである。ありがとうございます。